皆さんのゴールを破壊するドリームキラーの言うことを聞いてはいけない、うん、ドリームキラーっていう言葉がルータイス先週話しましたが発明した言葉ですけども、うん、まあ、どういう人かというともちろん人の夢を壊す人ですけども、はいはい、簡単に言うと過去にとらわれている人、うん、人を見るとき相手の過去で見る人たちをドリームキラーって言います、うん、でなんでドリームキラーが起きるかっていうとこれコンフォートゾーンですよね、うん、自分が高いゴールを持ってる人はいいけどゴールが低い人我々エフィカシーって言いますけどゴールを達成する自己評価が低い人は高い人のそばにいると居心地が悪くなるんですよ。なるほど。そうすると例えばテレビの中で成功してる人なのに悪口を言ったり関係者、そしてそういったことで心理的に相手を下げたつもりになりたいような人たちをドリームキラーって言うんですけども、ただこれこういう人たちが悪意の人ならいいですけど善意のドリームキラーっていうのは結構います。どういう人かっていうと皆さんの過去を統計とかをベースに見ようとする人たち、例えば学校の先生が私はこういう学校に行きたいですって言うと偏差値から君には無理だよ、あ、いいけどそれ過去の人たちの統計いくら取っても本人はその中入ってませんから、でしょ。でもそういう人たちもしくは家族の場合もあるわけです。私はこんな風になりたいって言っても君には無理って親が言ったりすることもあるんで、それは親にとって無意識の世界なんで本人は意識してないかもしれないけど居心地が悪くなると相手を下げようとする、これがドリームキラーって言います。つまり自分の低いコンフォートゾーンを維持するためにその時にコンフォートゾーンっていうのはこれ生物とホメオスタシス恒常性維持機能なんで、それを維持するためには脳はすごいクリエイティブに働くんで、例えば上司がゴールの低い部下に仕事を与えた時にものすごくクリエイティブにその仕事がやれない理由をいっぱい言ってくるわけです。逆に働けばいいけど、そういうのを我々は創造的回避って言います。そういったものが働くのがドリームキラーのからくりです。そしてドリームキラーの怖いところはドリームキラーの自己イメージには皆さんに対する期待、本人だけじゃなくて皆さん相手に対する期待評価判断も含まれてくるわけですね。ということでどうしても家族、先生、同僚、上司などがなんと善意のドリームキラーになりやすいってことを知っていただきたいです。でその逆もあります。我々はドリームサポーターって呼んでますけれども、逆に未来志向の人、未来に対してゴールを持ってる人ってことは自分のコンフォートゾーンよりさらに高いゴールを見ると自分のコンフォートゾーンを上げる、うん、逆向きの人は相手のゴールを引き下げようとして自分のコンフォートゾーンを維持しようとするんです、うんうん、そうじゃなくて相手のゴールに合わせて自分を上げようとする人たち、こういう人たちは逆にホメオスタシスが働くんでその相手の人だけじゃなく本人のゴールも達成される、お互いが達成されていくんで、コーチングではこういう状態をコレクティブエフィカシー、集合的エフィカシーっていう状態で理想的な状態になります。ということでドリームサポーターに皆さんにはなってほしいんですけども、うん、まずドリームキラーがいる場合もう結構います、うん、その場合お互いにドリームサポーターになるのが理想であって、ドリームキラーに対してどうすればいいかっていうと、まずは例えば偏差値で進学するアドバイス先生だったりそういったもう親の場合もある、うん、兄弟の場合もある、最良の方法はゴールを言わないってことです。ゴールを人に言わない、自分自身だけ言う、もしくは例えば張り紙なんかで先週も言いましたけどなんとか大学って書くのもあれは望ましいことじゃなくて、あれは自分にとってハフトゥーになってしまうんで、人にゴールを言うことでやはり自分のなりたいものがハフトゥーになってしまうというリスクもあります。そしてどうしても無意識の世界がドリームキラーを生みやすくなるんで言わない。もちろん訓練を受けたプロのコーチはそれをサポートするんで、そういうプロのコーチに言うのは構いません。うん、でもちろんドリームキラーに敵対する必要ないんで聞き流すだけ、うん、そして自分が誰よりも高いゴールを持ってさらに自分より高いゴールの人が周りにいたとしたらその人に合わせて上げていく、つまりコレクティブエフィカシー、ドリームサポーターにお互いがなるという状態です、うん、そしてこれは先週も渡しましたけど自分のコンフォートゾーンの外側が見えないわけです。ゴールというのは自分がビビっちゃうぐらい他の人に絶対無理って言われるぐらい高いゴールがいいわけです、うん、でもそれコンフォートゾーンの外だから見えないじゃないですか、うん、でもそうして自分たちのゴールをお互い上げていくことによってなんとだんだん見えてくるんですね。それはコンフォートゾーンのゴールが上がっていく、コンフォートゾーンが上がっていけば見えるようになってくるんで、ステップバイステップは最初分からなくても突然ゴールの達成の仕方が見えてくる。ルータイスはこれをインベントオンザウェイって言ってました。高いゴールを設定して達成の仕方分からないのがいい、でもコンフォートゾーン、エフィカシーを上げるとその達成の仕方が見えてきて発明していくことができる、我々のクリエイティブな無意識がっていうふうにルータイスは言ってました、はい、以上です。